どうも皆さんこんにちは、ガズでございます。今回はですね、西野カナさんのもしも運命の人がいるのならという曲をウクレレでやりたいと思います。結構ですねリクエストをいっぱいいただいてまして、ちょっとですコードは結構簡単なんですけど、右手の動きとか結構ねノリがいい曲なんで、まあ、なかなか難しいかもしれませんが、まあ、コードだけジャン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 って右手は4回で打って、コードの練習をするのもいいと思います。そしてですね、私いつも動画を上げるときに一番簡単に抑えられる C のキーからが多いんですけれども、元々の西野カナさんのバージョンがですね D から始まってるんですよ。で D から始まることだとまあできないことはないんですけど、あの C で覚えておいて、こういうですねカポタストっていうですね便利な道具がありましてですね、こうやってどんどん挟んでいきでキーをどんどん音程を上げていく、まあ、機械なんですこれは。で CD に私が今からやるので合わせたいのならば、このカポタストってやつをゲットしてですね、この2フレットにカチャッとはめるとですね C を弾いてるのに D の音になります。本当は D ってね開放弦でこうですかね、これ一緒の音になりますんで、あもし CD とか YouTube に合わせたいっていう人はこのカポタストっていうのをゲットしてください。コードの確認なんですけど、簡単です。 C と F と G7 の他にですね C のサスポー、どっかでも出てきましたね、あのサスポーっていうのはここをちょっと足してあげる、これが出てくるだけですんで、まあコードは結構いけると思います。じゃあ頑張ってやってみましょう。せーの。コードは結構簡単だと思いますので、ぜひともチャレンジしてみましょう。ガズでした。さようなら。